こんにちは、ゴロゴロキッチンです。今日はキッチンツアーということで、大して綺麗なキッチンではありませんが、我が家のキッチンをご紹介したいと思います。では早速ご紹介していきます。はい、でこちらがですね、流しなんですけれども、このうちのキッチンで一番いいなと私が思っているところは、この流しの前に大きい窓があるところなんです。で窓があると開放感があっていいんですが、これがですねちょっとフランスの不思議な窓の開け方でしてね、上をこう取っ手を上にすると、こうやって上だけが開けられるんです。でよいしょ、これを今度横にすると、今度は窓がこう全開にできる。でも全開にできるって言っても、この大きい蛇口があるじゃんと思うんですが、うちの水道工事屋さんがですね、このカシャッと倒せる蛇口というのを見つけてきてくれたのです。こんな、で、なんだ、何度、90度も倒せるのを探してくるってすごい、もうおじさんも俺すごいだろうって言ってましたが、これのおかげでですね、窓が全開にできるようになりました。なので蛇口を倒して、このカゴを溶けてすると、ガーンとこんなにわーっと窓が開けられます。これをすると、これのおかげでこう窓の外側の掃除もできますし、すごく風も入ってきて開放感があって、とても良いなと思っています。で今先ほどどかしたこのカゴですが、お皿を洗った後に入れる水切りカゴ、これは本に書いた時に東急ハンズで買いました。東急ハンズ渋谷店。なんでこんなものまで日本から買って帰ってくるのかっていう感じなんですけど、このサイズ感がこうちょうど良いちっちゃさで、かつこのね足が伸びたりとかする、別にあんま使ってないんじゃないんですが、こういう気の利いたところがやっぱり日本のものがいいなと思って、ついつい買ってきちゃうんですよね。でその横にあるこの2つの容器、これはなんじゃろうって感じですが、この2つはスプラウトを栽培する容器です。でこれはこっちの、丸い方はこの網がちょっとちっちゃいので、小さい種、例えばブロッコリースプラウトとかそういうもののために使っていて、でこっちは芽が大きいので、かいわれ大根とか、あともやしとか、そういうのを育てるのに使ってます。こっちもかなりよく作ってます。でその横にこの調理台があります。ガスじゃないのが残念なんですが、別に IH でもなく、こうやって結構フランスはよく見る電気調理台ですね。で、うち賃貸なので、やっぱりこう火事が出ないからっていうこともあって、こういうスタイルが取られているんだと思います。でまあ4口はないんですが、でその横に行くと、これ電気ケトル、これは朝のお白湯を作る以外はもうものすごく活躍してまして、でなんで一番これが良いかというと、この温度を選べるのがすごく便利で、私は納豆を作るのに温度を管理したいので、この温度をマストで選んで探してきました。この英国っていうブランドです。でうちはですね、キッチンがこう L 字の形になっているので、この奥の方にはキッチンツールを置いたりしてます。でこっちがですね、ここに上に棚があるんですけど、これは器とかを入れてます。でそれからこの辺に調理グッズを置いているっていう感じですかね。ではではキッチンツールをですね、ちょっとここの辺にあるのをご紹介しようと思います。でまずじゃあ最初に、このよく使っているトング、これは日本にいた時から使っていたのを持ってきたんですけど、柳総理のトング、これがすごく便利でよく使ってます。それからよいしょ、これ IKEA のヘラですね。結構持ってる人も多いと思うんですけど、意外に便利で、こう先が柔らかいので、ボールとかについた液体とかも綺麗に取れるので、かつお値段もすごくお安くて便利で使ってます。でこれはマジックピーラーっていうのかな、
ただいたんですけども、これここの部分がすごい大きいので、例えばキャベツとかをこうワーワーってやるとキャベツの千切りができちゃうというすごい優れものなんです。でもちろん普通の皮もこれで、人参とかの皮も剥けるので、割とこういろんなものに使っていてとても便利です。であとキッチンバサミは、私はこのこう一と二つに分かれるやつを愛用してます。これの方が洗ったりする時にもこう間に入ったお肉とかも切ったりするので、間も綺麗になるので、これ2代目かな、アルコスっていうやつですね。普通にデパートのキッチン用品売り場で買いました。でそれからはあとは、まあ、あとはいろいろ普通にお玉とかフライ返しとか、まあ、この辺はIKEAで買ったものもあれば、日本から前使ってたのももったいないの持ってきたものとかもあります。でこの奥にいるのが、これがですね、私はちょっと愛用しているブラウンのハンドミキサー、ハンドブレンダーか。でこれなんで私がすごい気に入ってるかというとですね、これ今見ると分かると思うんですけど、コードレスなんです。だコードレスって本当に便利で、なんかコードを刺してとかを気にせずに、ここからよいしょピッとやってピッてやるだけでもうすぐにこう調理に取り掛かれるので、私はこのコードレスを激しくおすすめしてるんですが、なんか日本ではコードレスがないのかもっていう話も聞いたので、もったいないなと思ってます。でその手前にあるのが、このフルーツとかお野菜を常温にしておくのに入れておくもので、どっちも器2つともどっちもブロカットで買いました。でこっちは、クレイユモントロっていうところのもので、白いお皿が有名な感じで、ちょっとまあなんかこう味の感じになっちゃっているので、器として使うのはどうかなと思ったので入れ物にしてます。でこっちはディゴアンサルグミヌ、こう多分カフェオーレボールだったものなんですけど、これもこんな感じでレモンとかをいつも入れてます。でこれはまあ日本にもあると思いますが、ソーダストリーム、炭酸水を作るものですが、なるべくこう炭酸のこうペットボトルをなくしたいなと思って買ったんですけど、なんかガスが切れちゃって、でそのガスをどっかに入れに行かないといけないんですが、どこに行けばいいのか分からず、現状炭酸水を作らないという状況です。でこれキッチンペーパーホルダーも、またこれも日本で買ってきました。わからない、フランスにもあるのかもしれないんですけど、こういうものをこうお安く手に入れられるのはやっぱり日本かなという感じで、超便利、なんか場所も取らないのでいいです。でこれは私が何度かすでにご紹介もしているインスタントポットという電気圧力鍋、これはもう何度もお伝えしているので別にいいんですけど、とってもとっても便利なので私はとてもおすすめしたい。そしてこれはエスプレッソマシンですが、これはですね、駐在の人が日本に帰るよっていう時に帰国セールっていうのをよくやるんですけど、それでお安く譲ってもらったものです。しかしちょっとこの、こうカプセルがゴミとしていっぱい出るのがちょっとエコ的にどうなのかなと思っているので、最近はまたこのイタリアンエスプレッソスタイルの人に戻って、なるべくゴミを出さないようにと思っています。まあ、なんでお客様が来た時ぐらいかな、エスプレッソは。で最後の一番このキッチンの端っこにいるのが、また私がすごく愛用しているオーブン、まあ、これもよくゴロゴロキッチンで出てくると思いますが、クラルステンっていうブランドで、確かドイツとかだった気がするんですけど、これはなんでこれを選んだかというと、230度まで上がるものがなかなかなかったのでこれを選びました。すごくオーブンも買ってよかったなと思って、ちっちゃくても
構すごい何人でも使えるので、私はレンジ兼オーブンっていうのが好きじゃないので、このコンベクションオーブンを買いました。で、レンジ台の下部分はちょっとあんま綺麗じゃないですが、こんな感じでちっちゃい器と、あとスパイス類、なんかこんなインディラカレーとかね、あとこれはカレー粉とかね、こういうものがここに入ってて、下にも調味料が入っているっていう感じです。はい、ささささ、はい、ということでですね、キッチンツアーをしてみたんですが、いかがでしたでしょうか。こんなところで料理してんのかっていうのが分かっていただけたかしらと思いつつ、実はまだいろいろ他にも紹介するものがあるので、とはいえ長くなっちゃったので、それは次回にご紹介しようかなと思っています。ではでは、そんな感じでゴロゴロキッチンでした。